私以外初？待って、私以外初じゃない？しんごさん、劇場で目をつめたとき可愛いって思った。やった、ありがとうございます。遠いさん、投げキッス、ありがとうございます。久々に目をつめ大画面で見れたけど、やっぱ美人さんでした、ありがとうございます。なるほど、え、私以外初めてです。だからみんな緊張するよね。私も2回目だから緊張してました。レナさん、お疲れ様、ありがとうございます。わ、だるま、ありがとうございます。やっぱお腹減ってきたお腹減ってきた。さっきルーム配信してて、今日はお腹減ってないです、グッドとかやってたのにお腹減ってきたんやけど、お腹鳴ります、めっちゃ。どうしよう、お腹鳴るんですけど。ハートありがとうございます。また言ってる、あ、昨日も来てくれた、ありがとうございますわ、だるま紫、珍しい、ありがとうございます。最初に参加表明した人と追加で参加表明した人、何が違うの？何も違くないで。なんか参加者受付の中間発表があるのを知らなくて、ただゆっくりめに参加した人ですそう、ゆっくりめに参加した人ですそう、特に意味はないと思う。なんか中間発表されるって知らんかったみよっちはじめまして、初見さん、こんばんは。ナンバ結成当初からの子さんです。イケホノとみよっちのラジオは最高でした。は、2人でラジオしたな、めっちゃ楽しかったです。ジャンレディ聞いてくれたんですね、ありがとうございます。まあ実は緊張して歌詞違うの歌ってるんですけど、気づきましたか？さゆきちゃんと同じやねんけど、曲がさゆきちゃんと多分歌詞違ったんですけど、気づきました？あの回メール読まれてラッキーでした。おお、何のメールやっけ、忘れちゃった。歌詞違うの歌ってるけどバレてないですよね。バレてなかったら私の勝ちめっちゃ知らん顔で堂々と歌ったんですけど、歌詞は審査に影響しないと思うと信じてる。こんばんは、全く気づかなかった、見直してみるよ。おお、気づかなかった、よかったです足音のメール送りました。あ、そう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 、炎が足音大きいっていう話、全く分かりません。あ、分からんかった、やったね、よかったです。見比べてみる、お願いします同じ歌詞2回歌ってるねんな。そうそう、でもリハより声の伸びは良かったと思うので、良かったです去年よりは緊張せずに歌いましたよ。ちょっとマジで頑張ろう歌頑張ります、もっと。劇場で認知してもらえるよう通います。お、 M で待ってます。俺としたら美空が力発揮できなくて悲しい？そうなんですか、私スカパー映らなくて、スカパーじゃないや、 CS がスカパーか、映らなくって。特訓の成果が出たな。でも去年より緊張しなかったので、私としては上出来。ミオさんが納得されてるなら何より。そう、歌詞間違えた以外はいけましたこんばんは。うちなんか全部映るけど見てない、わ、もったいないチョッコーさん、初めて握手会撮ったよ、ありがとうございます。初めての人いっぱい、嬉しい。もちろんいつも来てくれる方も、皆さんよかったら
あの 名乗ってくれたら覚えますよ。今は AKB さん歌ってる。おお、 AKB さんって誰が出てましたっけ。17期さん何人か知ってる方いましたね。かつみんさん初見です、こんばんは。のりさんこんばんは。これイベント参加中って思われがちなんですけど、歌ってないんですよって言っとかないと。みんなよかったら他の参加者さんにハート投げてあげてください。私は勝手に参加メンバーが勝手に参加になっちゃってたので、ハート、あでもハートもらったらなんかそういうやつがあるんか。うん、サッホーさん、あ大森真帆さんめっちゃ好きです、歌。テモデモの涙ゆきりんさんと歌ってはりましたよね。だるまだるま、ありがとうございます。だるまがいっぱいやだるまがいっぱい。どんな状況やろ今。X 見てみます。やばい、お腹減ってきた。AKB さんめっちゃいっぱい。あそうです、いや、マサイマユさんが出はりますね。山崎さらさんと畠山のぞみさん知ってます。ゆいりーさん、お秋山ゆなさん、リサと一緒や。おお、あ太田ゆきさんも出ますね。私十七期さん推しで、あなんか来てる、ラブレターありがとうございます。やばい、私マジ視力悪くなったんですけど助けてここじゃコメントあんまり、コメントは読めるけど名前が見えへんくて、ここら辺まで近づかないと。太田ゆきさんめちゃくちゃうまかった。太田ゆきさんの歌好きです。みんな映っていいね私映らないんだ。コンタクトかメガネしてくださいって助言し、コンタクトしてるんですよね。コンタクトしててこれなんですけど、どない。でも昨日コンタクト屋さん、コンタクト屋さん行ったけど異常なしやってんけど、多分画面見すぎですか、コメント読みすぎ。ルームスと文字のサイズって一緒なの。あ全然違う、ルームスの方が見やすい。いや嘘、ショールームの方が見やすいかも。普段カラコンとかするん。カラコンしたこと1回ぐらいしかなくて、なんか似合わなかった似合わなかったです。なんか昇格させてもらってから、最初にね、お順位上がった、なんば笑顔開花宣言公演に出たんですけど、あショールームって文字の大きさ変えれる、あそうなんですか、はあ、そうなんですか。どうやってやるか分からへんな、ちょっとこの配信終わったらやってみます。ありがとうございます。それで何の話やっけ、忘れちゃった。あそうカラコンや。でそれでな、なんかそれでな、それでつけてみたんですよ。そうけどなんか似合わなくてやめましたやらない方がいいと思う。なんか私多分顔面の圧がちょっとあるんですよ眉毛で、眉毛ちゃおでこ出てるから眉毛見えるじゃないですか。で顔面の圧がちょっとあるからカラコンしたら似合わないので、あの薄い方が似合う。アプリケーション設定からいけるで、そうなんですね、あーそうなんですね、 OK。 わ T が来た、ありがとうございます
T 嬉しい。池穂さんショールーム終わったかな。お、池穂さんから帰ってきました。ブルーベリーは麺にいいよ。ブルーベリー食べますでもコンタクトしてるからどうあげればいい話やねんけどな。ミオチカショーの I love you のこ、ん？どんなんやっけ？ I love you の言葉ちゃんのとこ好きでした。どんなんやっけ？ I love you の言葉ちゃんか。なるほど。ありがとうございます。池穂さん、呼び方かわいい。あ、池穂さんって呼んでる。ほのとも呼ぶけどね。池穂さん。こんばんは。こんばんは。いっぱい人が来てくれますね。イベント中やからかな。あいみょん&あいみょんって何何それ。わいもずっと池穂呼びしてます。池穂さん。ブルーベリー、ブルーベリーの話みんなしてるおもろ。初めて来ました。コタさんありがとうございます。こんばんは。でさ、コンタクト、これ気づくの遅かったな。これ気づくの昨日やったらさ、一昨日ぐらいやったらさ、昨日コンタクトの視力検査したんですよ。だから無理や、もう半年ぐらいこの視力や。悲しい。いっちゃんさん、みょうちの歌声好きやなって公演でいつも思う。やった。特に何の曲ですか。私的には職員室の 2A が好きかな。自分 2A がうまく歌えます。強い力で揺さぶたって何も変わらない。地面の下に張り巡らされた猫が死んでんだが好きです。お、職員室に行くべきか。お、一致、意見一致、意思疎通だそう、私も職員室好きです。やったー、嬉しいはい、お腹減ってきましたね。安定に。なんでお腹減んねやろ、こんなすぐ。あ、いいこと思いついた。これ食べていいですかこれ食べていいですか。私の好きなポチャッコを。かいた。これ開けんのむずい。開かないよ。開かないです。お、開きましたよ。じゃじゃーん。ポチャッコがカチューシャしてます。いただきます。あ、ちょっと溶けてますね。おいしい。あー、ポチャッコかわいそうってふふ痛い。なんか最後が食べれん。最後硬い。
ポチャッコえーんって書いてある。うん、ポムポムプリンでした。ポムポムプリン食べました。美味しいです。こんばんは。チョコはいいですね。ポチャッコ何位やったん？今集計中なんですよ。ごちそうさまでした。棒に絵描いてあるんや。そうなんですよ、私も初めて知った今。あ、待って、下ポチャッコで上はこれ、下はこのここと一緒ですね。でここはランダム。おお、ポチャッコ今年かなり上位な雰囲気あるよね。そう、でもキティちゃんに負けそうで怖いんですよね。去年は毎日投票したんですけど、今年はちょっとトカゲに浮気してしゃや投票してなかったんですよ。あきちゃさんこんばんは。受験さんいっぱいこんばんは。これイベントしてるからめっちゃ上に出てくるもんな。ありがとうございます。消えた瞬間チャイムが響いて、先生なのか僕なのか。 DD なんですか？違うよ、 DD じゃないですよ。トカゲはサンリオじゃないから、サン X なので。一人推しは、だってみんなも推し一人じゃないでしょ。かっこよかった。歌唱力の話かな。ありがとうございます。去年よりうまく歌えました。実は私以外初出場だったみたいで NMB。 YouTube でチーム M 公演の日の裏側とか載せてほしいな。一回ね載せたんですよ。そうだからまたなんか期間が空いたらやってみようかな。M はいつ載せたかな、3ヶ月前に載せましたね。結構見てもらってますね。それも見てくれた上で言ってくれてるんかな。またあげます、ありがとうございます。ドラムのやつもめっちゃコメント来て嬉しいです。ドラム叩いてるところ上げてるのってぜひ。推しが5人までは単推しらしいよ。どこがやねん、単じゃないやろ。NMB48 単推しです。なるほどね、それは賢い。ドキッとすること言うな。キティちゃんが1位なら仕方ない。いやキティちゃんは今年強いからね。でもポチャッコもね、ポムポムプリンさんには勝ちたいかな。私の定義は3人まで単押し、単押しちゃうわ、 DD じゃないっていう定義。私もポチャッコ、トカゲ、アジフライの尻尾が好きなので。ミョッチのスワンボートのドラムが好き。おお、ありがとうございます。スワンボートチーム B2 ですね。イサムさん今回初握手会社名よろしくお願いします。お、ありがとうございます。シナモン1位だけは阻止したい。シナモン強いもんな。懐かしいね、B2 8期生で遊ぶやつとか撮りたいねんけど予定が合わないんですよね。
かけた瞬間チャイムが響いてワイは黒みたん推し、黒みたん推し、黒みたん推しですか黒みたんって呼んでるん。職員室一回歌ったら頭から離れへんくなってきた。夏に花火とかみんなでしてる動画撮ってほしい。わ、花火いいけど花火やれるさ、許可取れる場所がわからへんねんな。頑張って探してみます。ペンライトいっぱいありがとうございます。こたさん、わ、熊の学校や、かわいい。こんばんは。タキシードサム知ってますか。知ってますよ。タキシードサムはハピダンブイの一人ですよね。あ、昔みたいにチーム M でスイカ割りやったし、あ、スイカ割りやりたい。頑張れルルロロらしいです。あ、違った違った、これルルロロ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 、可愛い二人の女の子ピッケレや海岸でやればいいやん。確かに海岸通りてんてんてんてれんてん。あかんわ、テンション高いです。私歌を歌うとテンション上がるんです。ピッケレルルロロか、熊の学校に見えました。ルルロロ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 、あれ、いっちゃんさんなんか違うルルロロいるで。こたさんとりいっちゃんさんが違うルルロロが、ルルとロロで揃ったおもろ。ルルロロ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 、こんな歌ってたらバンされる可愛い二人の女の子ピッケレ、着替えてきました。お、タキシードサムや、揃ったとか奇跡。いや、お友達らしいですよピッケレ、私の好きなワード、ピッケレ。弟とずっとこの歌歌ってた。一緒にピッケレって言ってずっと歌ってましたかわいい二人の女の子ピッケレ、あの水平服みたいなの可愛いですよね。え、あかんわ、私キャラクター DD やわ、どうしよう。キャラクターめっちゃ好きなんですよ海岸通り、てんてんてんてたた、たた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 た。くんちゃんさん、歌唱力ナンバーワン決定戦見ててよ、ありがとうございます。どうでしたか。リップグロスやん、もちろん。私は AKB さんの楽曲大好きですからね。タンタンタンタタン、おめでとうとしか言えない、久しぶりのリップグロス、輝いてめっちゃ好きやねんな。 AKB さんの曲ってなんであんなにいいんやろうなNMB とは違った良さがありますね。ちなみに言うと、私推しとかじゃないけど、みんなにおすすめのキャラクターはサンリオのパンくんちっていうキャラクターなので、あのパンくんちぜひ見てみてください。パンダです、パンダパンダちゃん。全然有名じゃないので、皆さん見つけてあげてください。初めて聞いた。絶対そうやな。
有名じゃないもん。タン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 。パンくんちアミタンっぽい。確かに。さくらも AKB の歌で泣いたって。フレッシュアイドル感と疾走感があるな。そうや、私の好きな疾走感や。疾走感があるので好きですね。梅吉を裏切れない。梅吉？あ、そうだ。タタ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 タ。アップで言ってたような疾走感ある曲が好きって。そう、疾走感がある曲が好きなんですよ。だからめっちゃ AKB さんの楽曲好きです。あ、梅吉さん知ってますよ。明日で5月が終わりますね。そろそろ本格的な夏、そして梅雨が始まりますね。わー、やだ。梅雨は嫌やけど夏は楽しみです。夏楽しみ。めっちゃ今年の夏は何しますか皆さん。 M のサイン公演がいいって聞いた。いいですよ、楽しいですよ。もしかして冬より夏派？私は春と秋が好きやけど、夏と冬なら夏の方が好きですね。梅雨終わった瞬間の夏が好き。8月じゃなくて7月が好き。痩せてムキムキになってモテモテになりますムキムキになってモテモテに。いいね。海の日頃かな。海の日いいね。7日の M 公演初めて投げるから会えたらいいな。をぜひお願いします。M のサイン何回も入ってるけど、若にゃん推しの私にもいつも話しかけてるくれる。身内優しい。あ、一致してないけど若にゃんさん推しの方、確かに話してる。にゃんこんばんは海岸通り。次はダメだ、次はリップクロスが頭から離れない。チャ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 チ。倒れちゃいます。お見送り嬉しいけど、あんまりちゃんと反応できなくて申し訳ない。全然いいですよ。ちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃん。電気代上がるよそれな。でもまだ私は冷房つけてないですよ。つけてる人いるかな。もう冷房つけてる人いますか。さすがにいい日、暑い日はつける。ガンガンにつけてる。何度ですか。めっちゃ電気代やばいやんめっちゃみんなつけてる。どうしよう、びっくり。みょうちのプーください。プープー初めてやった。さすがに冷房はまだですね。猫いるから24時間つけっぱ。あ、そうなんや。猫いたらつけないといけないんですか。
冷房の電気代とか気にする？え、気にする。なんか申し訳ないなと思ってなるべくつけないですね。一回正常に動くか試したっきり。おお、試すのいいね、えらい京都暑いでしょ。今ちょっと暑いかも。ハートありがとうございます。小田さんの握手取ろ。なんでやねん、今のプーでなんでミュウさんの取んの、私じゃないんですかわ、ラブレターありがとうございます。かわいい、めっちゃリップグロスが頭から離れないんですけど。わ、お茶やお茶ありがとうございます。こんばんは、ハト五十次郎さん、こんばんは。軽率にオンライン追加しそう。軽率に追加しちゃってください。いや、そうや、今期間なんですよ、オンラインと関東の握手会の受付中なので、皆さんよかったらぜひ、気になってくれた方ぜひお願いします。私の握手スタイルは友達感覚なので、結構クールって写真では思われるんですけど、全然クールじゃないので、この通り友達みたいに仲良くなりましょう。イエーイ宮地の代わりに AKB さんのイベント行くわ、楽しんでね。私も AKB さんの劇場行ってみたくて、そこみら公演見たい。山崎そらさんの AKB チャッチャッチャチャッチャチャッが聞きたいですね。タン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 、昨日行った。いいな。ボケは通じますか？ボケは通じますよ。リバー、そうそう。弥生は劇場行ったの？そう、弥生行ってた。羨ましい。18期の、あ、八木あずきさんとか、19期の花田芽衣さんとか、とかって書いてある。とか好きです私の好み大当たり。れいちゃん生誕、明日当選来るかな。明日ですか。オチのない話を聞くために横浜もう1枚取りますか。は、1枚と言わず2枚お願いします。昔はオンラインお話し会なかったから握手会で全国遠征してたわ。すごい。全国握手会ってどんな場所にあったっけ。どんな場所っていうか。わ、ランクアップやったね。他グループの若手もう全然わからん。わ、私は誰が、平田由紀さんの顔面が好きです。顔面とか言ってお顔が好きです。もう少しで今日の上位20人の発表で、お、もうすぐですか。まだ審査中じゃない。海岸通り。8日は前回の握手会の続きから話して大丈夫ですか。え、どんな話した。ほんまや、もうちょっとで。タタ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 タ。海外の方たちは別なんか。久しぶりの、あ、そうなん、握手会そんないっぱいやってたんや。実はちゃんと覚えてないのでみよちに任せた。わ、私も覚えてるかな。握手行く2年ぶりとかやから楽しみ。お、私も楽しみにしてます。 AKB 劇場シアターもあと2ヶ月。あ、2ヶ月なんや。今めっちゃゲストさん出てますよね。めっちゃ
映らないので配信してていいかな、待機しときます。投げキッスありがとうございます。タタ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 タ、久しぶりの、めっちゃ衣装曲に合ってたくない？どうですか？結構清楚めな服着ていったんですけど、ええとこの子みたいやったでもあれめっちゃいいですよね、華やかワンピース。やばい、腰が痛い。こうやって前にこの前のシャメ会で昨日の握手会ぶりって言われて惚れました覚えてますよ、いっぱい来てくれたら。こうやってさ前にやってるから腰が痛い。これも視力の弊害ですね。わあ、ミスったな。視力の度数、コンタクトの度数を上げたらよかった。見えへん、ここじゃピエン、ピエンですね。これは完全にやっちまいましたね。タタ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 、久しぶりのリップグロス。双眼鏡用意、双眼鏡用意や。エンドレス、それなずっと歌っちゃう。初見です、ななみさんかな、こんばんは。ひとみん推し、どのひとみんさんやろ。こんばんは、ありがとうございます。音符ありがとうございます。この音符ちっちゃくて可愛い。私もリップグロス頭から離れなくなりそう。それなみんなも離れなくなりそう。でも配信とかさ、めっちゃ画面見る人やからさ、なんていうの、画面常に見るような仕事柄っていうんですかだから目が悪くなっちまうわ。わ、ランクアップ40位です。皆さん拍手。歌ってないのにごめんなさいって感じエブリデイカチューシャが一番好き。もしドラの映画の舞台挨拶行ったよ。めっちゃ大人っぽいですね。ユーニーさんありがとうございます。大人っぽいって今ですか歌唱力の話じゃないよな。リップグロス定期的に頭で流れてくるけど、ミヤチナで絶賛今流れてるね、ねとか言って。そうやんな。お、結果発表中ですか。じゃん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 。お、秋山由奈さんもホムラやったんや。おめでとうとしか言えない。チャ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 、このあと発表。お、ドキ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 
NMB から誰かランクインしますかね。でもみんなうまいよな。あ、イズリナさんや。イズリナさん出てるんですか。ちょっと皆さん実況お願いします。このあと歌ってたのほぼ知らんかった。研究生多めですよね。研究生多い。 NMB も多い。 AKB さんとかも多かった。うん、上位20名の発表。ドッキドッキだね。お、39位まで2083ポイント、どんどん上がってきた。やばい、リップが取れてきました。手についた。輝いているよ。こんばんは。お、いっぱいこんばんは、こんばんは、こんばんは。リップにカラコン大変だ。カラコンしてないで。カラコン？コンタクトの話か。コンタクト見えない、目が悪くなった。じゃん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 。おめでとうとしか言えない。今 CM 中ですか。みんなに実況を頼んだ。カチューシャの飾りは真珠？そうです。パールパ、これ2つ分かれてるんねんけど2個してます。まもなくは誰か入るかな。でも私美空ちゃんの歌声めっちゃ好きなんですよね。美空ちゃんのなシャム猫のパーソロパートが好きです。豪華カチューシャ、豪華。よし、明日が楽しみだ。明日は練習、ほのと一緒に練習できるかも。CM まだかな。CM 長くない。シオン映った、懐かしい。シオンさん、私も映らなくて見られないから一緒に実況で知られてありがたい。来た来た来た。皆さん実況お願いします。私見れないんです。池穂の西穂の池穂さん、池穂さんだよ。 M なのでね。あ、いよいよ発表。ドキ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 。見れない便乗、見れない人もいるよね。皆さん実況をよろしくお願いします。20位からの発表ですか。
ドキドキ、縄文ドキドキ。おもろ。お腹減った。お腹減った。お、19位みそらっち。おめでとう。すごい。すごいすごい。うまいもんな、めっちゃ。何の曲歌わはったんやっけ。みそにゃんおめーって、おめー。ドキドキ。20位から発表され、お、19位が2人いんのか。なるほどね、だから19位か。M 歌ってたよ。おー、いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった。お、続いては、お、お、かいりさん、かいりちゃん、19期生ですよね。すごーい。隣で笑ってたかった。お、久保ひななさん、すごい。やばい、めっちゃお腹鳴ってるねんけど、消化の音が鳴ってる。お、すごい。新井沙絵さん、私も見てます、実況。 AKB さん多いな。私太田由紀さん好きなんですよね。太田由紀さんの歌声。ふん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 。すごーい、ヨシミン。ヨシミンだ。11位ヨシミン。おー、ヨシミンは花水木歌った。タタ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 。よしみん、すごいね。ここで半分ぐらい発表されましたね。あと半分。あと半分ですか。今は何タイムやろ。今はお話タイム。10位からはまだかな。お、なるほど。今振り返りね。なるほどね。すごーい、よっちゃん。隣で笑ってたか。あかん、歌いすぎたらバンされる。怖い怖い。よっちゃんすごーい。隣で笑ってたかった。おお、10位きた。お、さゆきちゃん、はあ、すごい。お、まほぴょんさんや。大森
森真帆さん、じゃ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 、研究生めっちゃ入ってるくない AKB さんも、すげえ。あかん、今度は M が憑依しました。隣で笑ってたかった。お、 NGT さんです。パソコンやから送れる。あ、そうなんや、パソコンからも見れるんですね。誰だ誰だ、お、ハートいっぱいありがとうございます。ハート、ヒョウ柄ハート。お、まだかな、まだかな、まだかな。すごい、めっちゃさ、え、NGT さんめっちゃ多ない？すげえ。NGT さん1,2,3,4,5,6、すげえ。おお、聖司玲奈さん。うん、一期生さんですよね。小日向さん。NGT さん多いな、めっちゃ多いよな、すげえ。なんかボイトレ強化したんかな。すごっ。みおちやったら詳しいな。詳しいよ、オタクですよ。私は初見です。田中龍馬さんこんばんは。サトシーさんこんばんは。もちろん知ってますわよ。おお、次は、お、すごい、田口真中さん。え、マジ NGT さん多いな。残るはあと1位だけですかね。あと1人。誰だ誰だ。1位が2人。おお、あ、3位2人でも1位2人なことあるんか。すごっ。チーフ2人誰ですか。NGT さん強いな。うん、おお、すごい。ユイリーさんとクラノーさん同率多いな、確かに。え、すごい、ほぼ、え、すげえ。確かにめっちゃうまいもんな。ユニットも入ってはるよな、クラノーなるみさんって。すげー。え、太田由紀さんとか入ってなかったんや。すげー、おめでとうございます。パチパチパチ、すごい。 3人、研究生3人入った。わー、19位11位10位、おめでとうございます。パチ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 。お、ハートがいっぱい来ている。ありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。みおちもお疲れ様でした、ありがとうございます。握手会楽しみで眠れません。
あ、握手会取ってくれたんですか。わーい、すごい。去年じゃないや、昨日の結果も見よう。昨日の結果はどこで見れますかね。サイトで調べよう。歌唱力、サイトには載ってないか。公式 X に載ってるかな。昨日の結果、審査員の記憶に新しいのが上位になる傾向。そうなんですか。確かに、でも順番も大事か。昨日の、昨日の結果は、お、見つけました。 STU さん多いね。お、最上菜々香さん、あ、秋吉優香さん。澤田さん、 SKE さんの澤田さん、去年同じ時間帯だったんですよ、収録が。清水沙羅さん、STU さん、おお、すごい。豊永亜希さんが1位。最上菜々香さん、去年も出てはりましたよね。すごい、おめでとうございます。みおさんだけ応援してたからかなり寂しい。ありがとうございます。私もまた次があれば次も出ますなので頑張ります。歌唱力向上委員会向上委員会頑張ります。ありがとうございました皆さんなんか総選挙の挨拶みたいな。ありがとうございました。次も応援してる、ありがとうございます。すごすごって何、なんか言ったっけ私。ハートいっぱい。隣で笑ってたかった。お、あと12分で12時だ。もう一回言っとこう、宣伝しとこう。お話し会のオンラインお話し会と、お、海外グループの審査中ですか。オンラインお話し会と横浜、関東どこやろ、 ATC ホールじゃなくてどこか忘れちゃったんですけど、関東のお話し会受付中、お話し会じゃない、握手会受付中、あ、パシフィコ横浜受付中なので、今日ショールーム見てくださった皆さんぜひ来てください。待ってます。そして6月1日に、みおちライブっていうね、イズリナ出るんや。そうです、イズリナさんね、言い張りました。それで6月1日にカラオケ配信をねするので、皆さんよかったらぜひ見に来てください。そして6月2日クロフェス出演するのでぜひ見に来てください。そして6月3日はM のサイン公演、レイさんの生誕祭なので、レイさん推しの方よろしくお願いします。いっぱい出演じゃないや、出演、いっぱいイベントありますね。楽しみ。イエイイエイ、こんばんは。すげえ、キュンやキュン、キュンが来ました。キュンですかこれ、キュンやキュン。おお、ここにありますね。
ペンライトありがとうございます。なんか久しぶりにこんな時間まで配信してるの。そうかな、確かに夕方とか、謎に夕方とか。さっき声がエコーみたいになってすごってなってた。え、エコーになりましたか。みおさん推しやけど6月3日応募してる。63は記念の日だから。確かに63番でした。歌唱力素敵だったよ、ありがとうございます。やった、わーいわーい。尊いスタンプありがとうございます。尊い、いっぱいいますね。ダダ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 だるまちゃんたち、遠くから応援してます。近くで応援してください。歌唱力素晴らしいです、ありがとうございます。次は何の曲歌おうかな。練習しよう、明日から練習しようかな。早っ。頑張ります、ありがとうございます。わ、フォローしてくれてありがとうございます。皆さんよかったらショールームのフォローもお願いします。あとフォローボタンがハートなの可愛いよね。ハート、次持って行ってくれるの嬉しい。次も頑張ります。なんか1回目はなんかとりあえず歌が好きって知ってもらいたくて出たんですけど、今年は歌唱力ちょっと去年より上がったよ、頑張ったよみたいな感じで知ってほしくて、そう次はランクイン狙って頑張ります。水曜休みさん、初見さんこんばんは、かわいい、ありがとうございます。もうメイク落ちてきたんですけど、リップとかないんですけど、ありがとうございます。じゃあそろそろ12時なので終わろうかなと思います。皆さんよかったらまた遊びに来てください。ちょっと緊張してた。緊張してましたよ。緊張しん人なんていないよ。緊張より歌の世界に入れるかが、だからそこはあれですよね、すげえめっちゃランクアップした。なんかベテランの方とかはめっちゃそういうのうまいよね。ということでありがとうございました。めっちゃランクアップしてんけど最後に。ありがとうございました。ではランキング読みたいと思います。13位ウィングさん、ありがとうございます。12位のぶきちさん、ありがとうございます。11位ふうぐたくんさん、ありがとうございます。10位こたさん、ありがとうございます。9位あーさん、ありがとうございます。8位いっちゃんさん、ありがとうございます。7位吉村哲也さん、ありがとうございます。6位キューツーさん、ありがとうございます。5位柳さん、ありがとうございます。4位ダンちゃん、ありがとうございます。2位イトキンさん、ありがとうございます。2位ヤスさん、ありがとうございます。1位イサムさん、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございました。また配信するとき遊びに来てください、待ってます。待ってます。お腹減った。ありがとうございました、バイバーイ。